から上に上げてまっすぐに飛びます。高い選手ですと床から8メーターぐらい飛ぶことができます。ジャンプができましたら止まり方の練習をします。足がトランポリンにつきましたら膝を曲げてピタッと止まります。スタート。そうです、この止まり方は必ず練習します。もし止まり方を知らないと大変なことになりますね。ずっとこの上で飛んでいなければいけません。ジャンプができましたら空中でいろいろなポーズを作りながらバランスを取る練習をします。3つの形があります。抱え型跳び、開脚跳び、指型跳びです。トランポリン運動の最も特徴的な運動は何かと申しますと、次に行う種目です。足の裏ではない体のいろいろなところで跳ぶことができます。長ジャンプ、長ダメージで跳びます。シートドロップです。次はフロントドロップ、そして最後はバックドロップです。他にも手とか膝でも跳ぶことができます。実は頭でも跳ぶことができるんですよ。一生に一回ですけれども基本運動が終わりましたら宙返りの運動をします。宙返り、後ろ宙返りを3つ形を変えてご覧いただきます。抱え型、蛇型、そして伸び型です。続いて宙返りにひねりを加えていきます。だんだんとひねりは多くなっています。佐藤選手緊張しております。ひねりがなし、2分の1、1回半、2回半、3回はオーバーで残念です。先ほど紹介しましたトランポリンの最も特徴的な運動、そこからも宙返りできます。腹ばいから後ろに回る、背中から前に回る、2つを時間を変えてご覧いただきます。予備の運動で腹ばいまで、予備の運動で背中まで行きます。予備の運動で腹ばい、腹ばいから後ろの宙返り、背中から前の宙返り。この種目はトランポリンでしかできませんね。体力に自信のある方、床で一回挑戦してみてください。とても痛い思いします。続いて2回宙返りの運動です。前方2回宙返り2分の1ひねり、2回目に2分の1ひねります。本部側黒いクロスアートの3年生森田選手です。体型の2回宙返り2分の1ひねり、指型の2回宙返り2分の1ひねりです。1972年ミュンヘンオリンピックで、もうずっと昔の話になりましたけれども、音楽出身の塚原選手がムーンサルトで世界を震撼させました。トランポリンで一生懸命練習して鉄棒に応用しました。後方2回宙返り1回ひねりです。抱え型と指型で行います。貝型のムーンサルト、エビ型のムーンサルトです。ひねりがどんどん変わります。前方2回宙返り1回半ひねりです。2回目の宙返り一気に1回半ひねり、これも同じく貝型とエビ型で行います。合わせると後方2回宙返り2回ひねりができます。
1回目の宙返りで2分の1になって2回目の宙返りで1回半になります。
前半は非常に最後、なんともって少し乱れてしまいました。今、10分目に足をついてしまいましたので、今の演技は9種目有効、9点満点からの減点ということになってしまいます。それでは最後に、インカレ2連覇、そして、ソフィアの世界選手権の日本代表選手の田崎選手に、第20をやってもらいましょう。どのくらいたくさん回って、どのくらいたくさん減ったかが見どころです。上空は空気が薄いんです。以上をもちまして、トランポリン演技ありがとうございました。